しもし。泣いてるの？泣いてるよ。演技いいから。なんでそんなひどいこと言うの？演技でしょ？はい？よく演技で泣くじゃん、ツナ。演技じゃないよ。演技で泣かないよ。今涙出てる？じゃあ、リスナーさん。何が言いたいの？演技かどうかの確認を真剣をかけてきたの？今配信中だったんだけど。で、明日帰るんでしょ？だから、帰るって言ってないんだよ。じゃあなんで前からそういう連絡が来るの？だから、それに対してうちは泣いてたんだよ。なんでって、さっきまゆちゃんに説明したのに LINE で。で、まゆが嘘ついてるってこと？じゃあスクショ送ろうか？ゼロワンさん、全部。うん、それでいい。送ってよ、じゃあ。わかったよ。本当にまゆちゃんがそうやって言ったのね。いや、みんな見したけど。で、明日もう無人になるなら鍵閉めに行かないと、俺大阪行ったりするから鍵閉めに行かなきゃいけないんだよ。だから今から出てくらしいか、まゆちゃん。でも今戻らないからし。じゃ鍵どうすればいいの？じゃあだからゼロワンさんが帰ってきてほしくないわけでしょ。ゼロワンさん帰ってきてほしくないわけ。じゃあだからうちをね、なんかもっと DV の男が助け出した男みたいな感じでやりたかったけど、そこまで盛り上がらなかったからもう必要なくなったんでしょ。あ、そんな俺が配信のためだと思ってるんだ、ツナちゃん。正義さんとかと同じでしょ。真剣に心配してやってやったのに、俺がネタのためだと思ったんだ。そこまで言う？思うでしょ、いきなりそんなこと言われたら。信じてたのに。お金ないかなと思って1万円も渡してるのにね。だから届けに来たじゃん。いや、そう思ってるならもういいよ、じゃあ。逆切れやめてよ、ほんと。明日家に帰るっていうのは俺の家に帰るってこと？それをまゆがもう自分の元旦那の家に帰るって捉え方を間違えたってこと？違う、そんなわけない。じゃあまゆがなんでそんな嘘をつくの？じゃあなんて、何のためにまゆがそんな嘘ついてるんだろう。帰ってきてもらおうとしてるってこと？すごいショックなんだけど、だってまゆちゃんからそんなに言われた。なんで？じゃあまゆちゃんと話すするじゃん。うん、びっくりしてるもん、ちん。じゃあスクショ送って、じゃあとりあえず。わかった。切る。なんでこの逆切れしてんねこいつ。札幌黒ラベル300を300円の500円にあと1日5本飲んでね、態度に逆切れじゃん。誠司さんと一緒なんでしょとか何言ってんのこのパンは。ツナを発狂させて枠を盛り上げたことでも一度でもある？俺がツナなんて酒飲んでね、発狂しないとネタにならないだろ。横にひょこんといたって損するだけだろ。そんな違うの？みんな嫌われてるやつひょこんと乗せてあって、それって本当に心配してるからじゃないの？いや、誤解してないじゃん、今前の LINE から見たら。そう捉えるでしょ。明日無人になるってことは家行かなきゃいけないでしょ。そういうことでしょ、ツナも帰るんだったら。俺が大阪行ってずっと家鍵開けっぱなしだったらちょっとさすがに危ないでしょ。鍵閉めに行かなきゃダメでしょ。状況が変わったならその状況が変わった LINE を連絡してくれないとおかしいだろ、そんなもんよ。この LINE で判断するのに。どう見たって勘違いじゃないでしょ、これ見ると。ツナちゃん明日帰るみたいだから鍵閉めれないから気をつけてねって。これ帰らなきゃいけないでしょ。じゃあ鍵閉めれないんだから、このまま大阪行っちゃダメでしょ。だって何を勘違いしてるの？帰らなきゃいけないじゃん、これ鍵閉めに。足立区に帰るんだったら鍵閉めれないから気をつけてねとは言わないでしょ。
違う？じゃ、つなちゃんが俺の家に帰るって意味だったらダメでしょ、うん、そんなのつなが家にいたら鍵閉めれるんだから自分で、そういう意味合いじゃないでしょ、いなくなるってことでしょ、鍵を閉めれなくなるから気をつけてねってことは。だってツナは自分で鍵閉めれるんだから、うん、で、マイが出てくってことはマイに渡してる合鍵をツナが使えばいいわけじゃん、鍵は閉めれるでしょ、だってでマイが勘違いしてるんじゃん、だって合鍵、鍵あるんだからツナが鍵それ使えばいいじゃんね、ツナ鍵渡せばいいよね、私は出て行くけど、ツナが帰ってくるのは明日になるので、鍵をかけれないって意味だね。今日の夜出てきて、ツナちゃんが帰ってくるまで鍵をかけれないって意味？まあそういう意味ならわかるけど、伝え方が悪いわ、前も。うん。うん、それならわかる。うん。書き方が悪いわ。うん。そこまで勘ぐれないわ。伝え方が悪いせいで勘違いしたんじゃないですか、うん、いや確認もできない、確認もする気もないからね、連絡してね、電話中じゃん、まあいいよ、じゃあそれで納得してよ、今匿名さんのね分かりやすい説明でね、うん、そういうことね、夜から朝まで無人になるってことね、まあいいんじゃない？それぐらいな、うん、ツナもなんでまっすぐに帰らなかったんだろう、配信したかったんじゃない？ネカフェで、あ、もしもし、あ、もしもし、あ、ごめん、ちょっとマユちゃんから電話かかってきてて、うん、ごめんね、把握しました、ごめんね、わかりました、これのあれで、うん、ちょっとうち言葉で説明するとまた誤解されそうだから、うん、全部送ったんだけれども、うん、ごめんね、まゆちゃんが謝ってた、うん、あの伝え方が下手だった、いや俺も捉え方がおかしかったよ、うん、うん、そんな家に帰ってくるんだね、いいですか、まあ、別にいいけど、配信頑張るんで、俺と付き合うとか言ってるの、忘れてください、ん、忘れてください、付き合いたいの、あ、大丈夫です、忘れてください、ね、たかしがす、あ、もしもし、あ、すいません、忘れてください、たかしが好きとか、せいじが好きとか、ゼロワンと付き合うとか、そういうのはやめた方がいいよ、本当に、うん、うん、そうですよ、たかしが好きならずっとたかしが好きの方がいいよ、うん、うん、そうしないとイラッとしちゃうから、わかりました、うん、わかった、うん、ありがとうございます、ゼロワンさん、でツナもマユと一緒だから配信頑張って自立できるようにね、うん、はい、ほんじゃあね、はい、はい、失礼します。
今これ失礼しますとか言ってるじゃん。でも酔っ払ってると逆ギレしてくるんだ、つなちゃん。和道のゲストハウスで逆ギレされたからね。うん、たまに本性を表すんだ。あ、マーサーありがとう。みこしね。とりあえずは政治と戦争ってこと大丈夫？そりゃそうでしょ。調子がいい、もう慣れ合う必要ないでしょ。普通に政治とは喧嘩することは一切ないと思ったけどね。はっきり言って気が合うなと思ってたけど、まあ自由にね、絡んでくださいよ。俺は絡まないから。なんかだからといってね、浮いたに絡もうとかも思わないよ一切。はっきり言って、うん、だって俺にリスナーの家に行くって LINE しといて、そういう配信をつけてナイスが復活してて家を出ていくのやめるっていうのがまずおかしくない？舞ちゃんも おかしいじゃん明らかに。ナイスのために家にいるってことになるよ。意味がわからないんだよ、それが。ナイスがあるから行かなくなるがわからん、それ。俺の家にいたら話題になるからってこと、うん、お金になるからってこと、意味がわからん。家賃払ってもらってるから今月いてもいいよって言ったけど、じゃあ俺にリスナーの家に行くって送ってこなきゃいいじゃん、初めから。矛盾してるよね。あのリスナーさんとかがやっぱ出て行ってほしい人もいるから出ていくって言ったのに、ナイスが復活してるから迷ってるがわからん。それどういうことなの？配信するためだけに家を使うってこと？ほら結局そうなんだよ。付き合ったのもそう、全てがそういうためなんだよ。俺のことも俺の家のことも全部がそうなんだよ。配信のためなんだよ。そこに愛もクソもないんだよ。お金だよ。じゃないとそこまでお金に必死にならないでしょ。イベント出ようかなとかガツガツやらないでしょ。だってナイスも全部お金でしょ。金じゃねえか、ほんと。金でしかないのか、そういうもん。人間、男と女って金か、そんなに。金がなかったら俺全く魅力ない？そんな気もするけど。俺がお金なかったら誰も相手してくれない？ちょっと女性の人聞くけど、金しかダメ？だから養ってくれない？先月に戻りたいわ。誰とも付き合わなきゃよ。すごい気分悪い。滝のコメントだってアンチコメントもブロックしてないもん。そっちの方がいいでしょ。アンチ全員ブロックしてやろうか。俺はしないよ。で、自分が悪いところだってあるから。全て受け入れてこそ配信だろ。そんなもんかわいそうなんて、かわいそうだ俺は。来るも金だしね。金俺があげてね、10分2万円のコース2回やったから仲直りしてくれたんだよ。金でしかない。あ、やばい、ツナも金だ。
お小遣いくれるからだ。簡単にお小遣い、お金くれるからだ。金だ。配信頑張って稼いだお金だ。ちょうだい。いくらあげたら構ってくれる？お金いくら払ったら構ってくれる？リスナーさん、1万円で1時間ぐらい遊んでくれる？3000円で遊んでくれる？男ってさ、あ、この人お金じゃないんだなってさ、伝わった時にさ、何かさ、プレゼントしたいとかさ、そういう風に思うよね。あからさまだったら嫌になるよね。